はるりの To the Nature。 皆さんこんばんは、自然派ラジオパーソナリティの舞はるりです。今日は9月22日金曜日、夜10時の時報が鳴りまして、To the Nature始まりました。先週から1週間経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ちょっとね、涼しくなってきましたね。秋の虫が鳴いています。虫が奏でる夜ですね。私なんかもね、虫の鳴き声を聞くのが好きで、もうね、窓をね、開けっぱなしでね、ちょっと楽しみながらね、寝ることがあるんですよね。でもちょっとね、そうすると、まあ、風邪ひいちゃうこともありますのでね、皆さんも気をつけてお過ごしくださいね。それでは今日も30分間楽しく放送していきましょう。自然の中に身を置いたとき、心がスーッと癒されていくのがわかります。かけがえのない自然。自然は普段私たちが忘れかけている大切なものを教えてくれます。心のゆとり、感謝する気持ち、命の大切さ。自然を愛するすべての皆さんへ、言葉のプレゼント、 To the Nature。 暮らしに役立つ環境セミナー。はい、環境セミナーのコーナーです。今日は地球温暖化について話してみようと思います。地球温暖化というのは皆さんもよく耳にする言葉だと思うんですけれども、皆さん実感ありますか？夏が尋常じゃないほど暑かったり、冬でも暖かかったり、平均気温が少しずつ上昇しているんですよね。その地球温暖化の原因となっている温室効果ガス、主に二酸化炭素なんですけれども、日本で排出する、温室効果ガス93% がね、二酸化炭素なんですよね、やっぱりね。で、世界で一番二酸化炭素を排出している国は、皆さんご存知ですか？そうですね、中国なんですよね。で、第2位がアメリカなんです。さて、日本は第何位なんでしょう？日本はですね、実は第5位なんですよね。そんなちょっとね、喜ばしいことじゃないですよね。第1位中国、第2位アメリカ、第3位インド、第4位ロシア、第5位日本なんですよね。1人当たりの排出量はアメリカが最も多く、日本の約2倍、中国の約 2.5 倍なんだそうです。大気中の二酸化炭素濃度の多くは石炭、石油などね、化石燃料の燃焼によるものなんです。まあ、したがって工業化の進んだアメリカ、ロシア、日本はね、排出量が多い、大きな割合を占めているわけなんですよね。ですから日本も地球温暖化に大変な責任があると言えると思います。本当にね、気候が変動していくと、まあ、どういうことが大きくね、影響していくかっていうと、もうたくさんありますよね。農業、林業、水産業、そして自然生態系への影響、洪水、高潮とか高波とかね、土石流とか、そういう自然災害、そして健康、まあね、熱中症とかね、健康にも被害があると。本当にこれらは重大性があって、また緊急性のある課題でもありますよね。まあ、そんなね、もう第5位なんて不名誉な日本なんですけれども、大気中の二酸化炭素を測定するために衛星をね、実は打ち上げているんです。温室効果ガス測定技術衛星いぶきっていう名前のね、人工衛星、これなんとね、世界初、温室効果ガスの観測専用の衛星なんだそうです。さすが日本と言っていいのでしょうか。いぶきはですね、大気中の二酸化炭素とメタン濃度を宇宙から測定して、平成21年に打ち上げ以降、現在でも観測を続けているそうです。従来は特定のこう地上のね、
観測点だけの、まあ、濃度データしか得られませんでしたけれども、いぶきの観測データを使うことによって地上から上空までの地球大気全体の二酸化炭素などのね平均濃度を算出できるようになりました。そうだから地球のこうなんていうんですか、世界地図があるとするとね、二酸化炭素の濃度でどこが濃いですよとかっていうのをね色分けして、あの示してそれで、ね、見ることができます。これでね日本のところを見てみますと、その地球儀の中でね日本のところを見てみると、平成21年7月で約 380ppm で、まあ、ブルーだったわけです。で全体的にもこう世界全体もブルーな感じで、平成24年7月で約 390ppm、 なんかねブルーからグリーンにこう変わってくるような、そういうような色合いをしてるんですね。グリーンっぽい感じです。で平成27年7月約 395ppm、 だんだん上がってますね。そう黄緑色で、ま、からオレンジで、今年はねもう残念ながら 400ppm を超えています。410いくつをね推移しています。だんだんこう赤くなってきました。そしてですね、今年日本付近の大気中の二酸化炭素濃度は観測史上最高を更新してしまったんですね。これは2014年の夏から2016年春にあったエルニーニョ現象の影響と言われています。また二酸化炭素だけでなくメタも同様にね観測史上最高の値を記録したんですよね。日本のですね二酸化炭素排出量を見ると、平成25年平成26年で比べるとちょっと若干減ってるはいるんですけれども、その大気中のってなると今年はね最高になってしまったわけなんですよね。このままではいけないので、もう世界中がね対策に乗り出しています。平均気温のその気候変動についてね、今度はもうなんとなくじゃなくて科学的見地でをちょっと深めてみよう、世界レベルでね見てみようということで、政府間パネル IPCC という組織があるんですけれども、現在約195カ国が参加しているそうです。主にですね WMO っていって世界気象機関っていうのと UNEP 国連環境計画っていうのによって設立されたそうなんですけれども、科学者が参加のもとで地球温暖化問題についてね、これも科学的な面で技術的社会経済的な見地からいろいろ包括的に評価を行っていて、評価のね報告書っていうのが出てるんですよね。そうしましたら、まあ観測された変化およびその原因として気候の温暖化に疑う余地はないっていうふうにもう結論してます。これはですね人為的な起源、人為的にもたらされた温室効果ガスの排出が2020世紀半ば以降の温暖化の原因であった可能性が極めて高いっていうふうにね結論付けてます。またその報告書では、温室効果ガスの排出量が非常に多い場合、今世紀末の気温上昇は 2.6 から 4.8、 もうほんと5度近くもう上がってしまう可能性が高いっていうことも示唆しています。怖いですね。この科学的見地がですね、パリ協定 COP21 っていうねありましたけれども、パリ協定を皆さんもねニュースで聞いたかもしれませんけれども、2016年11月に発行されました。もうこうなっては大変ということで、世界各国が協力して気候変動対策をしていきましょうということなんですよね。温室効果ガスの排出を抑制して地球の平均気温の上昇を抑えましょう。そのために各国が削減目標を定めましょう。そして技術開発を促進していきましょうという協定なんですよね。これはですね覚えてますか、京都議定書以来18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的合意文書が採択されたということなんですよ。でパリ協定では各国こう地球温暖化のね防止のために目標を定めてますんですよね。それがまあ自国が決定する後継案と言われていて INDC という名前なんです。なんか略語好きですね。そういう略語で呼ばれています。さてここから問題です。日本ですがどんな目標をしているんでしょうか。2030年までに
2013年度比 26%、 2005年度比 25.4%、 温室効果ガス排出削減を目標としているんです。すごいですね。日本はまあね、それでもね、これまで成果がありまして、以前京都議定書の目標、基準年度比 6% 減らすっていうね、目標を達成してるんですね。だからね、日本もね、うん、実現できると思います。さて、2030年目標達成のために環境省が行っているクールチョイスというのがあります。皆さん、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけれども、国民運動なんです。事業者や国民が一致団結して行う地球温暖化防止の国民運動なんですよね。私たち国民一人一人が自主的に省エネ、低炭素型の製品やサービス、またライフスタイルにしてね、賢く、まあ、いい方を選択していきましょうっていうことで、ロゴマークは矢印になっているんですよね。なんかエコマークとかどんぐりマークとかもありますけれども、このマークはね、矢印なんですよね。で、私クールチョイスに賛同しました。もしね、興味がある方は、っていうか、もう国民運動なんですけども、ここの番組聞いたらもう皆さんね、環境省のホームページまたはクールチョイスで検索してみてくださいね。クールチョイスのね、賛同は企業または団体、またね、個人でもね、登録が可能なんです。6月からね、9月っていうのはスーパークールビズ、今月もですね、さらなる軽装、そう、なんか勤務時間ね、シフト短くしたりとかね、ライフ、ワークスタイルの変革呼びかけていましたけれどもね、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、ここは川崎なんですけれども、私は東京都なんですけれどもね、東京都ではですね、使っている電球2つを町の電気屋さんに持っていくとLED 一つと交換してくれますっていう、そういうキャンペーンをやってるんですよ。で、私もね、電気屋さんに行って LED にね、交換してもらいました。でね、 LED をつけたらね、ピカーってもね、もう明るいんですよね。でもね、使っている電球なんですよね、使ってない電球じゃなくて、切れてる電球じゃなくて、使える電球を2つ持っていくと1個の LED と交換なんで、あれ?と思いますよね。1つ電球取られちゃうわけです。足りなくなっちゃうわけなんですよね。で、ま、おそらくもう一つは自分で LED 買ってくださいっていう意味なんだと思うんですよね。それでこう普及させましょうっていうことなんですけども、なんかせっかくこう電球ついてるのを外して持っていくので、あれって思いましたけれどもね、うん、LED の効果は分かりましたのでね、で、まあ、次からはね、 LED 買いたいなって、うん、思いますよね。もしね、東京都にお住まいの方で興味ある方はね、東京都のホームページもね、検索してみてくださいね。クールチョイスで、まあ、お話ししますと、積極的にですね、クールチョイスを取り込んでいる自治体があるんです。まあ、その自治体をご紹介していきましょうか。北海道にあります北見市です。皆さん、北海道の北見市ってどこにあるでしょう。ですね、北海道をこうひし形みたいな感じの形してますよね。ひし形に見立てると、この右の上の辺のちょうどこうひし形の中央にあたり、中央寄りにあるところに、あるんですけれども、オホーツク海に面していて、サロマ湖ってご存知ですか。日本で3番目に大きな湖なんですけれども、そのサロマ湖にも面しています。あ、ちなみにね、一番大きいのは、日本で一番大きい湖は琵琶湖で、2番目は霞ヶ浦なんですね。で、3番目にサロマ湖が大きいんですけれども、海が近くて森林などね、緑も多い北国なんですよね。北見市の市長さんがクールチョイスをね、宣言してます。でね、面白い企画を見つけましたのでご紹介しましょう。北見市はね、北海道で一番広い地方公共団体なんですけれども、その気候っていうんですかね、気温は年間を通して寒暖の差が大きいそうなんです。冬はマイナス25度まで冷え込むそうですね。よくタオルをこう濡らして、こうブーンって回すと凍っちゃうみたいなね、ピンって凍っちゃうような、そんな感じですよね。で、夏は35度、北海道でも35度前後になることもあるそうなんですね。だから、まあ、冬はもう
ボイラーも大活躍ですし、きっと夏はねクーラーもつけていることでしょう。まあそれでもこう省エネしていこうっていう意気込みがある北見市なんですね。で、北見市の環境白書というのがあるんですけども、それを見ますと、4本柱、夏はクールビス、冬はワームビス、家の家電を見直そう、高効率的な照明を使いましょうっていう4本柱でクールチョイスを推進しているそうです。それでですね、北見市は暮らしの省エネアイデアを市民の皆さんにね募集したそうなんです。でね、いろんなアイデアが集まったそうなんですよね。北見市のアイデア、本当にね市民参加型で、なんか子どもも楽しくね参加できそうな企画なんですけども、暮らしの省エネアイデア大募集で優勝アイデアを発表ということでですね、市長賞に選ばれたもの、特に優れた取り組みにということでご紹介しますと、お出かけ15分前オフのオフ、クーラーやストーブは出かける15分前にはオフにしましょう。15分ほどなら暑さ寒さは我慢できるので、誰にでも簡単にできる取り組みです。電気や灯油代が抑えられて省エネになります。各家庭で行えば北見の綺麗な空気と青い空が得られ守られます。素敵ですね。で、ミント賞、心も体もほっかほかで、北見で有名な玉ねぎを使った料理で心と体を温めましょう。オニオンスープやカレーシチューなどを作ることで暖房少なめで温かい体を作れます。また小さい子供が親と一緒に作ることで、食卓も話が進み、家族団らんの温かい時間をきっと過ごせるでしょう。うん、いいですね。で、エコスクール特別賞としては、早く寝ようっていうのがあります。遅く寝るとね、あの明かりもつけていたり、テレビなどを見たり、暖房も使ってしまうので電気をたくさん使ってしまいます。しかし早く寝ると電気を使わないので省エネになりますよということです。なんかね、面白いですよね。こういう企画っていうのはなんかこう身近に感じられてね、いいですよね。なんかね、もうすぐ今日からでも使えるようなアイデアでしたよね。それでは曲いってみましょうか。はい、暮らしの省エネアイデア大募集で北見市のね活動ですけれども、その他に優秀賞というのがあるんですね。で、お日様の光を有効に、北見市は日照時間が長くて有名です。それを生かして晴れた日には部屋のカーテンを開けて、レースのねカーテンも開けることによって太陽の熱が十分に室内に入りますよっていうものとか、あとね、電気を節約しても便利な生活ということで、あの使い終わったコンセントを抜いておくと省エネになりますよっていうのがね優秀賞に選ばれてます。それからですね、シャワーの量は意外に多いということで、シャワーをね節約しましょうねっていうのが優秀賞に選ばれてます。これでですね、カーテンをね私もねやってます。冬とかもねこう開けてね、東京だとね割とね最近の新築はあの窓がね小さいんですよね。うん、まあ、あの防犯という意味もあるかもしれないんですけどね、うちはあの昔のお家なんであれなんですけども、あの冬とかね、あのレースのカーテンを開けておくと本当部屋の中が暖かくて、冬でも半袖でいられる時もあるんですよね。っていうのはあのやっぱりね、あの北海道の建物ってすごい高断熱っていうんですかね、そういうきっちりできてるんですよね。でうちもね北海道のこう建て方を真似たんですよね。それでね、あの高断熱のお家なんですよね。窓がね二重になってたりするんですよ。そう、これも本当東京の方もね北海道の建て方をねお家建てる時にね参考になると思いますよ。あとコンセントの話ですけどもね、私もねあのコンセントに一個一個ねスイッチがついててっていうの、コンセントについてるんじゃなくて、だからコードのところに一個一個スイッチがついてるんですよね。電子レンジとかあのビデオとかね、それでコンセントは抜かないんだけど、そのスイッチを切ることで、うん、節電してます。あ、それからねシャワーはですね、圧力がこうあの多くなるようなのに切り替えて節水してます。なんかね本当に細かいことでね、皆さんもね省エネねやってみましょうね。朗読コーナー、幸せブルーベリージャム。市場で買ってきたブルーベリー、
大きな粒がゴロゴロ重なっている。ブルーベリー、紫がかった深い藍色、霧が立ち込めた夜明け前の海。ブルーベリーを一粒口に入れた。爽やかな甘酸っぱさが口の中に広がる。そのまんまで食べるのが一番おいしいんだけど、たくさん買っちゃったし、ジャムにチャレンジしてみようかしら。ザラザラと洗うと鍋にかけ、弱火でコトコト煮始めた。お砂糖を加えるとキラキラと輝きを増す青い宝石。うん、よし。瓶にジャムを詰めていると、そこへ娘が帰ってきた。ただいま。あ、お帰りなさい。今ジャム作ってたのよ。ああ、ジャムでしょ？買ってきたよ、ほら。娘がカバンの中からジャムの瓶を取り出した。え？え？なんで今日に限って買ってくるのよ。え？だってジャムないとか言ってなかった？翌朝、朝食のテーブルに2種類のブルーベリージャムが並んだ。まったくよりにもよって、お母さんがブルーベリージャム作った日にブルーベリージャム買ってくるなんて。親子ってことじゃない？お母さんのジャム、つぶつぶが大きくて美味しいでしょ？え、こっちの方がパンに塗りやすいよ。何よもう。うん、あ、美味しい。お母さんのブルーベリーが濃いね。でしょ？うん。お母さんもそっち食べてみよう。うん、あら、美味しいじゃない。何気ない日常、ブルーベリージャムが小さな幸せを届けてくれた。お聞きいただいたのは朗読、私が作った幸せブルーベリージャムでしたね。ブルーベリージャム食べることありますか？私ね、なんかたまに買うんですけれどもね、旅行でね、アメリカに行った時に本当にスーパーで買ったブルーベリーが本当美味しくて、なんかね、あ、こんなに美味しいんだって感動して食べました。やっぱりなんか違うんですかね。日本はね、高いですけれどもね、向こうのアメリカとか行くとフルーツが安いので、ついついね、たくさん食べちゃいますよね。またなんかね、楽しい朗読が、作ることができましたら、またね、放送しましょうね。ということで、そろそろお別れの時間がやってまいりました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。お便りはですね、マイハルリお便りで検索すると即送信ホームになっていますので、そこからですね、ぜひ、まあ、いろんなことね、リクエストとかもね含めまして、いろいろとお便りお寄せくださいね。ということで、次はですね、10時半からはあっぱれ晴れだよ晴れラジ、こちらも楽しい放送ですので、ぜひ引き続きお楽しみください。ということで今日はここまでです。ご賞を言ってみましょうか。来週もトゥーダネーチャー、来週も自然の中でお会いしましょう。